熊本県立熊本高等学校は、熊本県熊本市中央区新大江1丁目にある公立高等学校。略称は、熊高。歴史1900年に、熊本県中学再々校より分離開校した熊本県中学第二再々校を前身として創立。2010年に創立110周年を迎えた。見学の精神、校風、師君主たるの修養を目標とし、特性、知能、体力ともに優れた人物の養成を図る。師君主とは、熊中末期の戦時中には、師=侍と解されていたが、現在の熊高では国際社会にリーダーシップを発揮する能力と異質な文化に対する柔軟な心を備え、いかなる時も品位ある態度を堅持することのできる人間のことを指す。現在は同校教育が目指す人物像をスクールアイデンティティとして深い自己理解のもと個性を生かし社会に積極的に関わっていく自立した個人と明示している。校訓本祖本校の生徒たる母誠実信を、平理霊慶味を、持ち自然を試すに勇にかをかえむるに瓶に己に、かつ知欲を生しみてを連ましかんくに対、おししせんらおさむがくに勤めあえて、小生に安することなく日夜、祭礼して師君主たるの修養を、関羽氏国家の中領たることをき、すへしこの志を、堅持して、うつりらさるこれを立志と、受彦の志を、実行して剣勝るのを特攻と、受けふもろこそれりし特攻をもって、本校教育の趣旨に、副兵を交渉1903年に制定。三葉銀南を背景に、旧制中学校時代は、中の文字を、新制高等学校になってからは、高の文字を置く。銀南をモチーフに用いたのは、初代校長の野田博が、大和魂を象徴する桜に対して、銀南を、肥後魂の象徴としたことに由来する。高架旧制熊本中学校時代の1910年に創立10周年を記念して制定。作詞は池部義方、作曲は岡野貞一助教授によるもの。新制高等学校発足後も継承された。日会工事を65分間としている。月、水、金曜日は各65分間の5次元授業。火曜日は6次元授業。木曜日は5次元授業の後に50分の LHR。制服男子は一般的な黒の爪襟学生服で、両袖口に1本の白線を織り込んだ黒地の蛇腹織りリボンが縫い付けてある。女子の制服は上下とも紺色のセパレートタイプのブレザーで、スカートには同校の校章を模したバックルを有するベルトが付属する。興隆1996年からイギリスのパブリックスクールであるイートンカレッジと定期的な交流を行っている。毎年生徒から希望者を募り、夏季休暇中に3週間ほどカレッジ内に滞在させ、地元学生との交流を図っている。同校ではこの行事をイートン校サマースクールと称している。かかる費用は平成22年度は約60万円ほどである。また、1999年より、熊本県立再々校高等学校との間で、年に一度の野球対抗戦が行われている。同窓会の名称は、高原会と呼ばれる。名称は、大谷玄東にちなむ。県外への進学者も多いことから、東京、東海、関西、福岡などに、地区高原会、また、熊本地区の青年に限定した高原会として、青年高原会もある。熊本県立熊本中学校から1888年、熊本県立再々校高等学校遠隔も参考。生活、行事、授業などでは、一般的な3学期制であるが、成績に関しては、前期、後期で分ける2学期制を取る。前期後期運動部文化部。熊本県立熊本高等学校人物一覧を参照。熊本地震による建物等の被害は以下の通りである。この他にも多数被害が見られる。現在、グラウンドに仮設校舎が建設されており、職員室や物理室、情報科室などの特別教室が入室。音楽室は第3に入室。被服室、診療室が入室していた特別棟は、補修を終え2017年秋より使用を再開。また、図書館棟が今後改修予定。体育館アリーナは2018年2月より使用を再開。最寄りの鉄道駅最寄りのバス停最寄りの道路。ありがとうございます。